私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。ママ友のさよこさんの旦那さんは出張が仕事柄多いみたいで、今も海外出張中なんだって。今年からは出張の量も減るって言ってたんだけど、ちょっとしたトラブルが。すみません、うちの嫁がいろいろとお世話になってるみたいで、寂しがり屋っていうか、なるみさんのことをすごく好きみたいです。どういうこと？え、俺が海外出張に行っている間、妻がよくなるみさんの家にお世話になってたって言ってて。奥さんのさよこさんだよね。家に遊びに来たりはしてないんだけど、誰かと間違えてたりする？え、なるみさんって言ってましたよ。しかも今日もなるみさんの家にお泊まりしてるって聞いたんですけど。家には泊まりに来てないよ。そもそも今私赤ちゃんが生まれる直前で、いろいろと準備してるから、だから家にはさよこさん来てないし、泊まりにも来てないよ。え、ちょっと待ってください。どういうことですか？なるみさんの家にいるって聞いたから俺、迎えに来たんですけど。迎えに来たってことは、もしかして出張は終わったの？本当は来週まで海外にいる予定だったんですけど、いろいろと調整して、できるだけ早く帰ってきたんです。サプライズで。さっき連絡したら家にいなくて、それでなるみさんの家にいるって。言いづらいんだけど、家にはいないかな。冗談とかじゃないですよね。こんな冗談言うわけないでしょ。本当に私の家だって言ってたの？もしかしたら違うなるみさんだったのかな。ちょっと確認してみます。うん、聞いてみた方がいいかも。さよことたくやの LINE。 ごめん、何度も連絡して。どうしたの？さっきなるみさんの家にいるって、泊まってたって言ってたよな。そうだけど、それがどうかしたの？あなたがいなくて寂しくて、私ママ友の家に泊まりに来ちゃってるの。早く帰ってきてくれないからだよ。ブンブン。海外出張ばかりで寂しい思いをさせているのは申し訳ないけど、そんなにいろんなママさんの家に行っているのか？だって本当に寂しいんだもん。他のママさんたちも心よく受け入れてくれてるし。そうなのか。それでもう一度確認したいんだけど、なるみさんっていうのは松田なるみさんでいいんだよな？結婚して松田になった。そうだけど、なんでそんなことわざわざ聞いてくるの？なんだか今日は変な感じね。来週になったら帰ってきてくれるんでしょ？私それまで頑張るから、あなたもお仕事頑張ってね。あ、うん。もしかして俺が早く帰れるってなったら嬉しいか？え、早く帰って来られることになったの？それって夕方だったのが朝とかそういうこと？いや、まだわかんないんだけど、仕事を調整したら、もしかしたら数日早く帰って来られるかもしれなくて。ああー、そうなんだ。嬉しくないのか？嬉しくないとかそういうことじゃないんだけど、ほら、なんていうか。なんだよ、はっきり言ってくれよ。だってそれってまるで私が鬼嫁みたいでしょ？え？早く帰りたいみたいに言うと、会社の人に嫁さんが怖いとか言われそうじゃん。あとは私がすごくわがままな女って思われても嫌だし、あなたが私のことを考えすぎて仕事を失敗するのはもっと嫌。あなたの足を引っ張りたくないのよ。さよか。もちろん私はあなたに海外出張なんか行ってほしくない。だけど私はあなたの妻だから、あなたを支える義務があるの。いいのよ、そんな私のために早く帰ってこようとしてくれなくても。でも他のママさんの家に泊まりに行くほど寂しい思いをしているんだろ？そうだけど、私だけじゃなくて、ほら、子供も私一人より友達と遊んだ方がいいかなって。それでなるみさんの家にわざわざ？すごく優しいからいろいろと甘えちゃって。なるみさんのところって確かそろそろお子さんが生まれるんじゃなかったか？そんな人のところにお世話になるのもちょっとどうかと思うぞ。それは大丈夫、私が家の手伝いしてるから。家の手伝い？家に泊めてもらうのに何もしないのはさすがに非常識でしょ。それに私はなるみさんのお手伝いをしたいと思ってるの。家のこととか片付けとかちょっとしたお手伝いをしてるの。だからウィンウィン。ふーん、そうなのか。なんだか俺寂しいから写真とか動画が欲しいな。え？なるみさんの家にいるんだろ？写真とか動画送ってくれよ。それはちょっと。どうして？だってほら、勝手に写真とか動画撮って送られるの嫌だろうし。なるみさんが写ってなくてもいいよ、さよこの顔が見たいんだ。
そんなこと言わないで、恥ずかしい。過去の写真もたくさんあるんだから、それで我慢して。写真を送れない理由でもあるのか？そうじゃなくて、私は写真とかじゃなくて、直接会いたいの。だからあと一週間だけ待ってほしいなって。なるほどな。あ、ごめん。私そろそろなるみさんと一緒に出かけなきゃいけないから、また連絡するね。お仕事頑張って。ああ。なるみとさよこのLINE。なるみさんごめん。今ちょっといいかな。どうしたの？うちの旦那から連絡とか来てない？旦那さんから？ああ、別に来てないなら何でもいいんだけど、もしかしたら連絡来るかもしれない。どんな連絡が来るの？うちの旦那海外出張が多いでしょ？それで私、結構寂しがり屋で、旦那が心配しているみたいだから、なるみさんの家にいるって言っちゃったの。どうしてそんな嘘？私に寂しい思いをさせてるって、すごく自分のことを責めてて、だから他のママさんの家に泊まりに行ったり楽しく過ごしてるよって、嘘を言っちゃったから、もし LINE が来たら話を合わせてほしいの。それってつまり、あなたが家に泊まりに来たり、一緒に過ごしてるよって言えばいいってこと？そういうこと、そういうこと。私のせいで海外出張行きたくないとか、仕事でうまくいかないとか、そんなことになったら嫌なの。旦那には頑張ってほしいの。寂しいのは事実だけど、私のことを考えて、のびのび仕事ができないのは嫌。奥さんの鏡だね。そんなことないよ。私だって、いろいろとわがまま言うことあるし。だから、もし旦那から連絡が来たら、話を合わせておいてほしいんだ。でも、嘘をつくのはちょっと。そもそもあなたは今どこにいるの？え？それはもちろん家にいるよ。嘘つかせてしまうのは申し訳ないけど、旦那を安心させるためなの。ねえ、お願いよ。ママ友の私がこんなに頼んでるんだから、いいでしょ？それでもしあなたが何か余計なことをしていた場合、私も加担したことになるんだけど。旦那のためを思って嘘をつくのがそんなに悪いことなの？あなたが何を考えているか知らないけど、私は旦那のことしか考えてない。だから、旦那から連絡が来たら、いい感じで話を。すみません。いろいろとうちの嫁が言ってるみたいで。あなた？どうしてわざわざ LINE してきたの？大丈夫よ。私は寂しくないから。ね？私、なるみさんと一緒にいるんだもん。ねえ？今、なるみさんの家にいるってことだよな。ええ、そうよ。あなたが海外出張に行って、すごく寂しかった。早く帰ってきてね。どこにもいないじゃないか。え？今、なるみさんの家にいるけど、どこにもいない。何言ってるの？あなたが帰ってくるのは来週でしょ？それとも、なるみさんが何か余計なことを言ったの？余計なことを言ったとかじゃなくて、旦那さん今家に来てるの。はぁ？海外出張はどうしたのよ？契約がスムーズに決まって、思ったより早く帰れることになったんだ。それでサプライズで家に帰ろうと思って、なるみさんの家にいるって言ってたから、なるみさんに連絡をして、家に行っていいかって聞いたんだ。さよこさんから LINE が来る前に、すでに旦那さんから来てたんだよね。それで家にいますかって言われたから、いないって正直に答えて、念のため、家に来てもらったってわけ。違うのよ。ほらね、正直な話、私あんまり友達いないから、あなたを安心させるために嘘をついたの。嘘をついたことは申し訳ないけど、他のママさんの家に泊まりに行けるほど仲いい人いなくて、だから嘘つくようにお願いしちゃったのよ。本当は家にいるの。今その家にいるんだけど、どこにいるんだ？え？拓也さんが家に確認来たのはもう30分ぐらい前だよ。じゃあ今私の家にいるってこと？そうだけど、明かりもついてないし、冷房も消えてる。どこにいるんだ？家にいるんじゃなかったのか？ちょっと近くのコンビニに買い物まで。買い物に行くのに、わざわざ冷房を消しちゃうの？すぐ帰ってくるのに？節電になるかなって。それより、花はどこにいるんだ？こんな暑い中、娘さんも一緒にコンビニまで連れて行っているの？花は今、友達の家に泊まりに行ってて。はぁ、どこまでも嘘ばかり。さっきお前の両親のところに連絡したよ。3日前から面倒を見てるって。なんで連絡を？もういい。俺は花を迎えに行く。そしてお前が今どこで誰といるのか、詳しく調べさせてもらう。違うってば、本当にコンビニに。そういうことなら、私の友達も協力してくれると思うから、ちょっと連絡してみるね。ありがとうございます。海外出張の間、
本当は寂しくなかったみたいだな。あなた、何か誤解してるみたい。詳しい話し合いは、お互いの両親を交えてしよう。今とりあえず、花を迎えに行かなきゃ。待ってよあなた、なるみさんが余計なことするから。人のせいにせずに、自分の行動を振り返ったら。それじゃあ、私もここら辺で。待ちなさいよ。ゆりとひまわりとさよこのライン。嘘が暴かれ、大変なことになっていきますね。そもそも嘘をついたらいつか絶対バレちゃうんですよ。嘘に嘘を重ねたら大変なことになっちゃうんですから。急に LINE してきたと思ったら何なの？もしかしてなるみさんから聞いたの？なるみさんから聞いたわけじゃありません。ずっと見てたに近いです。は？知らないんですか？ゆりはなるみさんのことが大好きな、なるみさんのストーカーなんですよ。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。つまりあなたが今どこにいて誰と過ごしているのかも分かってるんですよ。適当なこと言わないで。私はただ家の近くのコンビニに。嘘に嘘を重ねるなと言ったはずですよ。あなたは近くのコンビニに行くのに、わざわざ電気も冷房も全て消すんですか？それは。どうして娘さんを実家に預けているんですか？ずっと二人きりよりもお父さんお母さんと一緒にいた方が楽しいかと思って。なるみさんの家にお世話になっているなんて嘘をついて、旦那様を騙し、なるみさんにも嘘の片棒を担がせようとしましたね。それは旦那を安心させるための嘘だから。全部自分の保身のための嘘じゃないですか。わかってるんですよ、あなたが男の人と一緒にいること。適当なこと言わないでってば。吉田純也32歳、サラリーマンで年収は350万程度。違うわよ。名前と年齢は合ってるけど年収が全然違う。彼は会社を。今自分で認めましたね。その男性と一緒にいるってことですよね。何のことかしら。この映像は今リアルタイムで旦那様にも見せているものです。あなたがいるのはここですよね。どうして、どこから撮影してるの？ちょっと何勝手なことやってんのよ。プライバシーの侵害よ。ゆりにプライバシーの侵害とか警察とか法律とかそういうのは全部関係ないので。はい。旦那様に嘘をついて、なるみさんまで巻き込んでこんなことをしているなんて、そんなにその男性が好きなんですか？好きとかじゃなくて、友達だし、寂しいから一緒にいるだけだし。友達にしてはすごく距離が近いような。それに本当に友達なら旦那さんに嘘つく必要ありませんよね。旦那は結構嫉妬深いから、男と一緒にいるなんて言ったら怒ると思ったの。海外出張が多くて寂しくて、だから友達と時間を潰して。あなたのことは24時間見ていると言いましたよね。あなたがその男性と仲がいいという証拠はいくらでもありますし、旦那様に先ほどお渡ししたので、お話し合いはスムーズに進みそうですね。旦那と私と話し合いって何のこと？旦那さんは離婚するつもりでしょうね。だから今からあなたのご両親にも本当のことを話すんじゃないですか？ちょっとやめてよ。これはただの遊びで本気じゃないの。海外出張に行っている間、寂しいからちょっとした刺激を求めてみたいな。あなたたちだってわかるでしょ？女なんだから。私は旦那に生涯を捧げると誓っています。他の人に目移りすることはありません。うちの旦那が最高。一番かっこいい、性格もイケメン。他の人と仲良くしたいとか食事に行きたいとも思いません。それはあんたたちがずれてるのよ。普通はね、寂しく思ったら男性とちょっと仲良くしたいなって思うのよ。それなら離婚してからやったらいいのでは。旦那さんがいて子供もいるのに、何を少女漫画のヒロインみたいなこと言ってるんですか？少女漫画のヒロインでもないか。ちょっとした出来心っていうか、本当に遊び程度で本気じゃないの。離婚したいとかそういうことは1ミリも思ってないし。あなたが思っていなくても旦那様が思えば離婚の話し合いは進むのですよ。それにもし旦那さんが逆のことを言ったらどう思いますか？ふざけたこと言うなって思いますよね。そもそも海外出張が多い旦那が悪いの。寂しい思いをさせてるんだから、ちょっとぐらい目をつぶるべき。ああ、ダメですねこの人。とうとう自分のことを正当化し始めました。言ってることもめちゃくちゃだし、旦那さんに目をつぶれってひどい。まあいいです、
この二人は裏施設に連れて行ってぐちゃぐちゃにしてあげますから。裏の施設？ユリに目をつけられた人は裏の施設で拷問されるんですよ。何言ってんのよ、そんな冗談面白くないんだけど。それより旦那の説得をしないと。離婚するんだからもういいじゃないですか。嘘ばかりつく口は歯を全部抜いて唇を縫い合わせてしまいましょう。それともホッチキスで止めた方がいいですか？考えただけでも痛い。悪いことをしても目をつぶれ。そんなことを言うならあなたの目玉を潰してしまいましょう。あなたの潰した目玉と浮気相手の潰した目玉を交換して。あら、まるで結婚式の指輪の交換ですね。そんな物騒な交換があってたまるか。浮気してしまった人の末路ですよ。あと、なるみさんのことも巻き込みましたし。巻き込んだっていうか、LINE しただけなんだけど。あなたたちには毎日拷問を行います。ですが、行われるのはどちらか一人、どちらかが拷問を受け、どちらかは待機。ですが、相手の内臓や血液、指がなくなったら分けてあげてくださいよ。助け合って生きていくのが大切ですもんね。じゃあ結局体の一部は奪われるってことか。しかも血液とか内臓って適合しなかったら。さすがにやりすぎじゃない？嘘をついて人の人生をめちゃくちゃにしようとしたんですから当然の報いです。それではもう会うこともないと思いますので、さようなら。勝手にさよならしてんじゃないわよ。私そんなところ行かないから。行かないから。その後、さよこさんは旦那さんと離婚したくないって相当ごねたみたいだけど、お互いのご両親が出てきてすぐに話は片付いた。さよこさんのご両親が何度も頭を下げて、慰謝料と養育費を払わせることを誓って離婚届にもサイン。さよこさんの味方をしてくれる人は誰もおらず、そしてその数日後、彼女は姿を消した。そして一緒にどこの誰ともわからない男も一人。二人は今、裏の施設でどちらかが拷問を受け、怪我を負ったらその分の代償を片方が払う。死が二人を分かつまで、なんてよく言ったものだね。今二人は醜く喧嘩をしながら、全然愛を誓い合っているようには見えない。そもそも簡単に嘘をついて、人を裏切るような人たちだもん。当然か。さよこさんたちが幸せになることは今後ないんだろうな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。